10月3日土曜日朝6時20分のホームポイントは完全に無風ですね。風は全くありません。海には筋のようなうねりはありますが、ムーンサイドブレイクというか、まあ、ほぼフラットといえばフラットですね。ホームポイントの右も無風で、こちらも湖のようにフラットですね。ここから見ても海の中のボトムが見えるぐらいにフラットですね。気温は20度ぐらいありますね。今日はウィンドブレーカーを着てくる必要はなかった感じです。風はかすかなオフショアか、ちょっと植物が揺れてますね。ほぼ無風です。海には筋のようなうねりが入ってますが、ここのところでは一番フラットですね。残念ながら。Thank you.